お疲れ様です、ポンテです。今日は信長の野望、波動実況していきたいと思います。チャンネル登録お願いいたします。はい。ですね、シーズン4になりまして、まあ、こちらですね、はい、いろいろ変わったんですけれども、まあ、シーズン5がですね、もう今から明言されてますよね。まあ、次のシーズンが、あれじゃないですか、違うマップになるというふうに言われてまして、まあ、早くもですね、ちょっと次のシーズンが楽しみみたいなことをやられていて、ちょっと消化試合的なことを言う人もいるんですけど、なかなかどうしてですね、シーズン4も結構、僕は最初は面白いんですよ、いつも。シーズンが始まったばっかり。もう、訓講もね、いつも一問の中ではもうトップクラスになるぐらい頑張るんですけど、後半になるとだんだん同じことの繰り返しに飽きてきてしまいまして、飽きちゃうんですけど、でもまあ、最初は楽しいですね、シーズン4もというところでバリバリやっております。で、農民やったり、まあ他の人とイチャイチャ程度ですけど、戦ったりしていて、うん。で、まあ、やってるんですけど、大きく変わったところとして、技術開発があるかなと思います。技術開発ですね、結構違うんですよ。はい、この例え言ってわかんないかもしれないですけど、ハーツオブアイオンみたいですね。ハーツオブアイアンみたいですね。っていうパラドックスゲームの、第二次世界大戦のゲームみたいですね。まあ、あれも、なんかこう、政治を進めるかとか、はい、歩兵進めるか、戦車進めるか、開発をね、ってのあるんですけど、それちょっと思い出す感じですね。かなり影響を受けてるなと思いました。まあ、それはそうで、まあ、声の人、シミュレーションゲーム好きそうですもんね。それ参考にしてる部分もあるのかなと、世界的なゲームの潮流をっていうところですね。で、まあ、これ見てみると、奴隷もですね、最初の頃はそんな大したことないんですけど、後半の方になってくると、なかなか面白そうなのが、はい、増えていきます。で、結構僕の中で技術が気になったものを紹介するので、まあ皆さん気になるものと一致するかどうかわからないんですけど、まあ僕もそれ気になってるよみたいなのがあったらぜひぜひ教えていただければなと思っております。はい。まずですね、まず建築のところですね。まあ、建築のところ僕建築のこの研究を進めてるんですけど、はい。石材問屋場とか鉄鋼問屋場とか、まあこんな感じで素材が増えていくんですけど、まあ、大きく変わってくるのはあれですよね。まあ、建築数増加のところで一つ増えていくんですけど、まあ、ここは、建築数がね、まあ、増えるのはいいんですけど、はい。まあ、ここ絶対取らなきゃいけないところなのでですね。で、行くかどうかのところで、ここ進めていくと、これがですね、ため池があるんですよね、ため池。ため池がかなりポイントで、まあ、平家玉が手に入らなくて、平家が強くならないみたいな風になっていて、まあ、これ建築のところにあるんですけど、実はこれあれなんですよね。内政でもあり、平家でもあるかなと思っていて、平家玉を手に入れるための、ため池が建築できるようになるというところで、このため池とため池会というところはね、かなり気になるところでございます。まあ内政をやる方にとっても、自分の戦力を底上げする方にとっても、かなり気になるところじゃないでしょうか。といったところですね。で、他の下の方なんですけど、まあ、のろしとか、なんて呼ぶんだろう、これ。青蘭かな、わかんないです。はい。で、こちらの、あと、棒道とかもあるんですけど、これがまあ、チートレベルに強いかわかんないですね。なんか、こっちの方でも、どれぐらい強いのかちょっと見えないところがありますので、どっちか進めていくといえば、僕は上の方かなと思いますね。上の方で、ため池がかなり気になるかなと思っております。はい。精錬所、まあ、調達報酬に玉鉱追加というところですね。まあ、玉鉱結構後半余っちゃうバランスだったじゃないですか。僕の中では結構後半はね。まあ、そういう意味で、序盤にあったらめっちゃ今玉鉱欲しいんですけど、超欲しいんですけど、後半になればなるほど、いろいろ寄付だ、領土だで余ってくるので、途端にね。まあ、そういう風になってくると、まあ、精錬所よりもため池の方が比較的、重要高いかなと思いました。建築の中ではため池が気になるというところですね。で、内政なんですけど、内政の中で僕目を引いたのはこれですね。下のところの交流更新回数増加、地味なんですけどね。交流の無料更新回数が増加となってます。はい。まあ、無課金の人にとっては交流ってかなり大事ね。まあ、交流によって、まあ、好きな武将の凸を上げていくみたいなところがあるじゃないですか。うん。ここの人材の交流、この回数を増やす、無料更新回数を増やす、無課金の人にとってみれば、この更新回数が増えると、好きな武将の、はい、凸を増やせる、変換してからの交流で増やせるというところで、無課金の人にとってみれば地味ですけど、長期的にかなり変わってくるという意味では、この交流回、更新回数増加っていうのは、はい、気になるなと思いました。他のところどうなんですかね、まあ、調達とか経験増加とか、調達が増えるとかあるんですけど、まあ、調達、うーんって感じですよね。
まあ、増えてもいいけどってところです。まあ、右側の動線徴収とか気になるんですけど、あまりにも屋敷レベル20だと2ヶ月後後ぐらいかなと思うんで、まあ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 。というところで、まあ、割とこう気になるのは交流更新回数増加。個人的には、はい、気になりました。伝授速度は、伝授とか両替ってそこまで使わないですね。終盤ちょっと使いますけど。うん。任命能力強化。まあ、どれぐらいだろう。どれぐらい派手に上がるだろう。まあ、なんで、まあ、目に見えて大きく変わるのはこの交流更新回数、増加っていうのは気になるかなと。まあ、下側の方ですね。下側の方が気になっていくかな。偵察しないんだよな、俺でも。偵察しない。あの、鍛造。動線、まあ、地味っすね。まあ、内線ところ、比較的個人的には、ちょっと地味かなと思います。まあ、この石材とか木材産出を序盤から増やしておくと、まあ、後半になるほど、そう資源が足りなくなった時とか役立つかなと思うんですけど、まあ、地味にこの上のところとかいいかなとは思うんですけど、まあ、下のとこですね。下のとこの後は、この、こういう更新回数増加が気になるなと思いました。動線徴収もいいんだけどな。動線徴収いかねえだろっていうね、ところでございます。すげえな、これ。矢倉、里の攻撃時、高確率で敵優待に動揺を発す。動揺ってあれですよね。先方が発動しなくないやつですよね。なんで、かなり、はい、気になりはするんですけど、里の攻撃時、確率で敵部隊に。まあ、この確率とかも見えないところもありますし、うん。まあ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 ってとこですね。陛下ですね。陛下が地味に万事役立つかなと思います。で、何が僕気になる。で、一心とか早掛けとか中石が解放されるっていうところで。面白いです。弓の時中石ってあれでしたっけ？中石って何だっけな？よいしょ。中石。何でしたっけ？あれが上がるんでしたっけ？弓の中石。調べてからちゃんと動画撮るよって話なんですけど。中石誰が持ってたかな？何でしたっけ中石って。で、ま、歩兵、あったあったあった、こいつですね。はい。自身が大将の場合、部隊内の全ての連鎖率が上がる。あ、連鎖率が上がるが、弓だと連鎖率が上がるが解放されるとか、そんな感じなんですね。よいしょ。弓技能。あ、鉄砲技能中石です。鉄砲中石が解放される。鉄砲中石。鉄砲で戦、部隊内のすべての武将の先方連鎖率が上がる。1.2%。地味。3% 地味って。まあ、でもまあ連鎖率が上がるっていうところは、あれいいのかなと思いますね。レベルが上がると。まあ最初の頃は地味と思ったんですけど、まあ最後のまで上がるかな。でも 3% 上がってるなかなかのもんですよね。鉄砲だと連鎖率が上がるっていうところですね。弓技能一心。弓だと一心開始の時期が増やせるみたいな感じです。脳天にピサッて当たるんですかね。あの弓矢が。はい。手塚治虫の漫画の、なんか、あの、源義経が脳天にピタって矢が当たったり、昔、日本史のアニメがあったんですけど、それの木曽義仲が脳天にピタって、あの、矢当たってましたけど、弓ってやっぱそうですね。一発で矢つけるみたいなイメージがあるんで、はい。弓技能一心が解放されるとなってます。こう、回収の発生率がすごいですね。10% も上がるっていうところです。まあ、当たりどころが良くなるって感じですね。で、武略っすね。騎馬武略が解放され、武略攻撃速度が上がるっていうところ、すごいですね。攻撃の、はい、頻度が、あのスピードが上がるっていうところで、かなりいいのかなと思います。騎馬ですね。騎馬技能突破。すごいですね。要ダメージ 20%、非ダメージ 20%。あ、待ち伏せで足止めされているとき、要ダメージ、プラス 20% 非と。待ち伏せされている、待ち伏せが、なるほどな。部隊が足止めされているときに突破しやすくなるってことなんですね。で、兵力 100% の時、部隊の通常攻撃速度 20%、弓技能速射。つまり、まあ、敵と、交戦してない炎射とかの時、通常攻撃速度があるって感じですね。で、走射。すごいですね。鉄砲。通常攻撃の対象範囲を拡大。まあ、遠くなるってこと、射程が遠くなるってことですかね。粉塵。先方による要ダメージプラス 10%。まあ、やばい時に強くなる。で、足軽早掛け、軌道上がる。すんごめっちゃ足軽、呪いなと思ってたんですけど、かなり速くなるといいですね。というとこですね。まあ、結構どれも使い道があって、陛下結構重要視した方がいいかもしれないですね。で、全陛下、あの、軌道が上がるってあるじゃないですか。僕もね、足を遅えなって思いながらこのゲームやってるんですよ。あの、足軽とか弓矢とか鉄砲とかね、もう騎馬、あれじゃないですか。豊臣家の人って、豊臣一族の僕いるんですけど、足軽
鉄砲、まあ、牙はいいんですけど、弓が使えないんですよね。で、牙も、あ、これで、牙が使えないのかな？忘れちゃった。牙が、弓が使えないんだ。弓が使えなくて、牙が結構弱いんで。だから、まあ、牙、今シーズン使わないぞ。足軽と鉄砲だけにするぞって思ってるんですけど、まあ、そうなってくると、超遅いじゃないですか。動きが。で、まあ、農民とかやってても、おっせえなって、ゲームの、こう、プレイ感にも関わってくるんで、この、軌道が上がるってすごい嬉しいですよね。軌道が上がるっていう、これを早く15、屋敷レベル15にしてやりたいなと思いました。これ重要ですね。軌道が上がる。何をするにしても、だってもう、あれなんですもん。甲状腺とかでも遅れとるんですもん。乗ったら歩いてるから。そうっすよね。なんで、まあ、早く動けるようになる、この軌道っていうのはすごい注目でございました。で、先頭のところですね。で、先頭のところに見てみると、やっぱここ軌道が上がるんですよ。ここですね。経験増加もいいんですよね。これ経験増加も良くないですか？個人的に。もう上げるのだるいなって思ってるんで、経験値。特に序盤に手に入れたらこれかなり有効かなと思います。戦闘勲功増加はかなりいいなと思いますね。まあ、兵撃軽減、ダメージを与えたり、戦法強化とかすごいですよね。部隊攻撃命令中が制圧中に戦法で与えるダメージが増加。やばいですね、これは。この辺で乱戦、敵部隊兵科外傷が不利な敵への余ダメージが増加。あれじゃないですか、あのオブヒョーブトラマさん持ってるじゃないですか。あの乱戦を、これを不利な相手にもダメージが与えられて強いですよね、これ。しかもあれですね、これ兵科にもよらないしで、かなり強くないですか、この辺。堅固出陣っていうとこですね。まあバーッと見てきましたけど、あれですよね、陛下もいいですけど、まあ、基本的にこう戦闘やばくないですか。戦闘やばいなと思ってて、乱戦とか駆逐、有利な相性を駆逐できるとか、不利な相性で戦えるとかね。この辺ところ、特にまあ攻撃駆逐と攻撃乱戦、あと場外堅固出陣とかね、場内堅固強いじゃないですか。この辺ところ手に入れたらいいなと思います。はい、といったところですね。バーッとまあ話してまいりましたけど、まあ、気になるところはこんなところですね。あ、まあ、だから内政、建築とか内政とかやりがちですけど、僕やってますけど、比較的ね、まあ、最初のうちはこの石材算出とかこういうのやっててもいいと思うんですけど、早いな、戦闘やった方がいいですね、これ。戦闘やばくないですか？はい。この乱戦とか駆逐をどの部隊も使えるってかなりやばいし、あと、機動力が上がる系も便利だなと思いますね。この辺のところを重点的に上げていくのはいいかなと思います。まあ、前みたいに、攻撃が有利になるみたいな、攻撃の部隊数が上がるみたいな、当然それ早めにやれよみたいなのないっすよね。攻撃が有利になるやつってないと思うので、だからどれを最優先にみたいなのはないんですけど、どう考えても戦闘が強いなって。を個人的には思いました。まあ、ここを重点的に上げていこうかなと、はい、思っております。全然上げてなかったけど、上げよう。はい、といったところです。まあ、今日はこんなところでですね、注目の技術開発についてご説明させていただきました。皆さんのおすすめ、推し開発も教えてください。ありがとうございます。失礼します。